ファミリーレストランでご飯も食べれる。ファミレスは多分ペット禁止なんじゃないかな。あゆなさん、まだ起きてるのね。起きてるよ、全然余裕で起きてるよ。まだ眠くないですか？うんうん、まったく。ミルクちゃんたちはまだまだ元気よ。猫はね、てか動物たちはちょこちょこ睡眠とるもんね。一緒にゲームするです。お、いいねいいね、ゲーム。一日に何回もあゆなさんに会えて嬉しいな。こちらこそ。今日はとってもいい日なのです。なんかあれだな、人間の私よりもおしゃれな服を着てるような気がしてきたな。会いに来てね。まず帽子かぶらないしな、私。いっぱい遊ぼうね。うんうん。いっぱい遊びたいです。ネクタイとかそういう小物も使わんしな。はい、それじゃあ。ご飯さあ、今回新しく増えたのがサーモンおにぎり。いいね、サーモンおにぎりめっちゃ美味しそうやん。普通に次ここ増えるんかな。トースト2回。トーストどれだ、これか。え、全然オムライスやった、これか。うんうんうん、オッケーってことで、とりあえずサーモンおにぎり作ってこう。普通に美味しそう。私が食べたい。私が食べたいわ。さごい ABBYXA。 とりあえず始める前に X と Y のボタンの位置を確認する。じゃないとちょっと危うい。はい、完成。サーモンをのせたまん丸おにぎり、実は中にも具がぎっしり、めっちゃいいやん。早くちょうだい。はい。でもなんか一口で終わりそうな大きさやね。やば。でもそこはあれなんやね、半分半分で食べてくんやね。なるほど。美味しかったかい。さあ、それじゃあちょっとガーデニングの前に遊んで水をちょっとねゲットしておかなければやね。よし、段ボールで猫たちとタッチしてね。オッケー。ぬいぐるみはタッチしちゃダメです。うんうん、頑張ります。始めるです。はいはい。さあ来い。ちょっと待って。はいタッチタッチ。はいタッチタッチ。おーっと間違えよった。危ねえ。タッチで、それいっぺんに出てこられたらちょっと戸惑ってしまう。かわいい、手振ってるの。はいはい。てかさ、代わりに。出てくるさ、これ犬じゃね。犬のぬいぐるみじゃね。代わりに出てくるぬいぐるみも可愛いんやけど、普通に欲しいよね。危ねえ。はい。オッケー。あ、ちょっと待って。あ、今2回ほどタッチできなかった。間違えてはないけどタッチできなかった。あー、最後のミルクが楽しかった。楽しかった？それならよかったよ。遊びたいです。うんうん。手出してくるのめっちゃ可愛いんだけど。はい、砂の瓶と幸せの水ゲット。さあ、ってことでが、ガーデニングがしたかったけど先にお出かけでいいか。さあ、行こう。縄張りパトロール始めるです。はい、縄張りパトロールスタートー。はっ、すべて3でいこう。ね、この左側の今は何も登録されていませんってなんやろ。なんか持ち物みたいなのがあるってことかな。どう、なんかゲットした？ゲットだね。木の枝だ、木の枝。さあ行くよ。ゴールまで行きたいな。はいねえ、ゴールまで行きたいよね。私もゴールまで行きたいの。やけんどんどん進んでいこう。ちょ、やめてよそういうの。はい、やったー、一発で撃退。これでも1回分減るんかな。お、四つ葉3つゲット。あ、減ってる。どこまで行く？結局減るのか。まあ少ない数で済んだということでいいお天気です。あ、熊友や熊友、ヤッホー。さあこれね、フレンドレベルもね、どんどん上げてく上げてく。ゴールまで行きたいな。ゴールまで行きたい。わかるよ、私もわかるよ。それはゴールまで行きたいよ、私も。疲れてないです？全然大丈夫、余裕。これ今回ゴールできるかも。ゲットだね。はい、綿花ゲット。これで33出たらいけるね。来い。お、いけるんじゃないこれ。いいよ、慎重に慎重に行こう。次何が出てもゴールやね。やった。バッチリです。山のパトロール初めてのゴールや。嬉しい。みんなでお散歩で何があるか楽しみです。はい、ゴール。みんなの力です。ふう、やったよ。ギリギリやったね。ゴール。ゴール。やった。いっぱいいろんなものを集めた。よかったよかった。わーい、ゴールに到着。すごい、めっちゃ花畑やん。いいね、こういうの。お花畑です。森のお花畑。これこそめっちゃニャンスタ映えじゃない？ここまで来られたの初めてだよね。ねえ、いいな。なんかどこまでも続く草原って感じ。そんな場所があるのすげえな。初めてです。嬉しいです。森の奥の秘密のお花畑ですね。ねえ、こういう場所に行きたい。お花のいい匂いね。めっちゃトローンってなっとるやん、ももちゃん。あ、そうだ、パトロールの途中でいろいろ集めたんだよ。なになに？あゆなさんにあげるです。ありがとう。丸い種を5つもらいました。ん？あれ？今何か飛んでなかった？蝶々じゃない？え、本当です？どこどこ？あれね、いなくなっちゃった。多分周りに飛び寄るさ、蝶々じゃない？次に来た時には見つかるかもです。うんうんうん。ああ、やっとゴールできたよ。あのね、あゆなさんに渡したいものがあるの。なになに？あゆなさんのおかげで。あ、またできることが増えたって。楽しいが。ああ、なるほどね。増えてるです。ありがとうの気持ちを。何？プレゼント？嬉しい。定期的にくれるね。私もあげよるけど。道端の花をもらいました。でも十分かわいい。リボンついとるし。お散歩の時に落ち着く場所の近くで見つけたお花です。うんうん。落ち着く場所があるのね。ガーベラかな？かわいい。リボンつけてくれたの？プレゼントだから。かわいい。もっとかわいいに。なかったです。なるほど。でもあんな蝶々結びができるってすごくね。二人で頑張ってリボン結んだんだよ。なるほど、二人がかりか。このお花を見つけた時、道がパッと明るく見えたです。なんか小学生ぐらいの時って道端に咲いてる花とか摘み寄った気がする。それでね、それでも十分可愛く見えたもんね。あゆなさんの笑顔が浮かんできたの。それであげようと。いやー、いいね、けなげだね。プレゼントしたくなっちゃって。なるほど。受け取ってもらえたら幸せです。幸せか。私ももらえて幸せよ。縄張りパトロール山を1回ゴールしたので、お祝いに猫たちからプレゼントをもらいました。嬉しい。さあ、それじゃあガーデニングを。さあ。水をあげて育てていこうじゃないか。さあ、まだあれかな、低い確率のやつはできんかな。まあ、5% とか。お、あれ新しいやつじゃない？左下のやつ。絶対そうやって。何あれ、何ができたの？え？ワクワク。あ、かわいい！何あれ！めっちゃかわいいんやけど。ハート型になった。これ何これ。ほら、20% の確率。はい、収穫します。ハートリースの木の種めっちゃ可愛いんやけど。やったね。嬉しい。新しいのができたよ。さあ、あとはもう全部収穫しとこうか。はい、梅の木。だいぶお金が増えたね。あ、そっかそっか。前回服とかいろいろ買ったけど、あれ全部素材で買ったけんか。ああ、いい感じ。さあ、ってことで種を植えていこうか。あ、この丸いやつとナチュラル鉢。この組み合わせやったらまだ 5% の確率で今までできたことがないやつが育つんやね。はい 20% の確率。ここはもうどれもやっとるか。ああやってますね。ってことはまあ普通にこの辺植えとこうっと。はい、そしてあ、そっか、鉢をちょっと変えてみようかな。あ、とりあえずこれ四角、四角入れたいとシンプル鉢でもなんか違うものが。はい、そして鉢をね変えようかなというか、新しいやつをちょっとカントリー鉢と丸い種、かわいい鉢がめっちゃかわいい。こんな感じで OK ですかね。はい、それじゃあちょっとプレゼント私も何かあげようかな。積み木、これ2人用のやつね。はい、どうぞ。積み木をプレゼントしました。わーい、積み木だ。いっぱい遊んでね。どうやって遊んだらいいです？もう文字のごとく木を積み上げるんだよ。キャッチボール積み上げてね、木を。なるほど、高く積み上げた方が勝ちってことね。そういうことではないよ。勝ち負けのゲームじゃないよ。仲良く積んでもいいと思うです。そうそうそう、ミルクちゃんの方がちょっとね正しいかな。ゲームもできるし仲良く積むこともできるね。うんうん、よし積み木で遊ぶぞ。小さい頃積み木とかよくしよったな、幼稚園で。ありがとうです。いえいえ。ありがとう。すごいし合わせよ。し合わせ。切るところおかしいけど。他のものもなんか買ってきとこうかな。お出かけでショップ。あ、インテリアも買いたいんよね。てか前回買ったやつ飾ってないな。とりあえず熊友家具。そして熊友テーブル。この辺のはあ、家族レベルによって増えていくわけか。なるほどなるほど。で熊友ライト、とりあえずこれで熊友壁飾り左。部屋がものすごく熊友仕様になっていくわけだね、これでよしよし。でプレゼント、これ次回あげるやつをちょっととりあえず。木琴、カラフルな木琴やね。よきよき。さあこれでいいかな。ってことでインテリアをちょっとねいろいろ並べていきたい。今このシンプルな大きな家具、熊友大きな家具に変えて、シンプルな家具から熊友家具へ。熊友家具だいぶ好きやな私。めっちゃ女の子な感じじゃない？はい、熊友テーブル、熊友テレビ、熊友ライトで熊友壁飾り左。あとはないね。うん、わ、だいぶ変わった部屋の中。めっちゃ女の子な感じになった。これあれかな、熊友のゲームしよった人からしたらおお懐かしいって感じになるんかな。ちょっと私にはよくわからんねえけどはい、それじゃあエピソード。いいね、どんどん変わっていくの。みかん町をお散歩して分かったんだけどね、うんうん、家族っていろんなところに書いてあったのね。いろんなところに書いてあった？書いてあったってなぜだ？同じ道を歩いてたのに今までは気づかなかったんです。漢字が読めるのね。これってやっぱり家族になったからですよね。まあ、家族というものを意識するようになったってことかな。うん、だよね。家族になったから見えるのよ。なるほど。だからね、家族って字いっぱいいっぱい探したの。もしかして家族って字をどっかで教えたんかな。探したらたくさんあって、あっちにもこっちにも、うん、うん、家族いっぱいいっぱい見つかったよ。なるほど。それでね今日は街で見つけた家族がつくものを発表します。街で見つけた家族がつくものって何やろ？家族割とか待ってました。わーい、待っててくれてありがとう腰に力を入れて発表するです。腰に力を入れる？どういう状態？まず見つけた家族はどんどんどんチャラララララ家族旅行、なんと家族で旅行に行くことなんだって。次に見つけたのが家族写真。家族写真、なるほど。旅行代理店とか写真館とかそういうところの近くを通ったってことかな。それからこれはとっておきの情報よ。何 ?5 月生まれさんから聞いたんですけど、5月生まれさん、はい、ファミリーっていうのも家族って意味なんだって。だからファミリーレストランは家族で行くレストランだよね。まあね、そんな感じやね。あゆなさんとミルクたちは家族になりました。ももたちは家族旅行に行けるんだよ。家族旅行って言うんかな、これかわいいけど。ミルクたちは家族写真を撮れるんです。ファミリーレストランでご飯も食べれる。ファミレスは多分ペット禁止なんじゃないかな。すごい楽しい。なんか、期待しているみたいだけれど。あゆなさんは家族旅行どこに行ってみたい？家族旅行ね。それじゃこの中だったらどこに行ってみたい？アロハの南国、寒い雪国、きらめく宇宙。きらめく宇宙アロハの南国かな。私寒い、でも寒いのも暑いのもどっちも嫌だな。でも寒いの嫌なんよねみんなで行ったらとってもほんわかしそうですね。まあ、ハワイは一回は行ってみたいよね。日本語通じるっていうし。縄張りの外ってドキドキだけど、家族ですることだし。いつか。あとお正月とかそういう時期に行ったら芸能人をそう。でも普通の人、一般の人よりかはちょっとなんかずらしとったりとかするんかな、やっぱり。家族旅行に行ったらまあお正月中って芸能人の人働きよるもんね。2人とも家族という言葉にすごくワクワクしているねはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってましたので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか結構さ、こう猫たちが部屋の中をうろついとるときとか、なんかプレゼントしたものをいっぱい使ってくれよるけんさ。嬉しいよね、それちゃんと使ってくれるの。